夫の会社の社宅に入ったら、女王様がいた。支店長の妻。女王様の気分を損ねたら、夫の会社での立場まで悪くなるらしい。というか、それが本人の口癖だった。マジかよ。最悪なところに来たな。と思ってたら、女王様から合コンの誘いが来た。個室のシャワーと便所もあるカラオケで、若い男の子にお金を払って、一晩中合コンするらしい。頭大丈夫か?と思いながらも、やんわり断ったら、次の日からあからさまに無視されるようになった。腹が立ったので、夫と同僚たちが家に来たタイミングで合コンの詳細を泣きながら謝罪した。夫と同僚は険しい顔で逆に謝ってくれた。しかし、腹の虫が収まらなかったので、女王様の夫の支店長の帰宅を待ち伏せして、女王様のメールを見せながら号泣して、逆らったら支店長に言いつけて、夫の立場を悪くすると言われました。許してください。私は夫を裏切りたくありません。と、社宅共通の廊下で土下座しておいた。真っ赤に怒った支店長の顔は、最高に面白かった。結局、女王様と取り巻き数人は、離婚されて社宅から消えた。女王様は、50過ぎの専業主婦で、実家なし。自分で言ってた。プライドだけは人一倍で、これからどうするんだろう、と思った。20代前半だからできた仕返しでした。復習とも言えないけど、書き越してみる。文章が苦手で、読みにくかったらごめんなさい。明らかに、私の知っている合コンではありませんでした。参加費6万で、初回参加者は、男性に過度の接触禁止。女王様に触っている男性は、触ってはいけないという、謎ルールがありました。ご推察の通り、ホストを呼んでのパーティーだと思います。